激化していた東西冷戦も、ソ連のフルシチョフ書記長の訪米や、パリで開催される米ソ首脳会談も1週間後に決定し、デタントムードが漂い始めた1960年5月1日に事件が起こりました。この年のソ連のメーデーは、平和路線を押し出すため、これまでのような物々しい兵器の更新はありませんでした。来るであろう、米ソの和解でにぎわうモスクワで、パレードを観閲していたフルシチョフ書記長に、青ざめた顔をした秘書官が耳打ちしました。アメリカの偵察機がソ連に侵入し、ソ連の防空軍がそれを撃墜した、との報告でした。撃墜した偵察機は、CIA、アメリカ中央情報局所属で、民間登録の航空機でした。1949年8月、ソ連は、プルトニウム爆弾の実験に成功し、それを、北米大陸まで運ぶジェット爆撃機を初飛行させます。原子爆弾、水素爆弾などの核兵器を大量に保有していたアメリカでしたが、その輸送手段は、戦略爆撃機で落下させる方法であり、この当時、核弾頭をロケットで飛ばす、といった方法は、まだ研究段階でした。そんなことから、たとえ、ソ連が核開発に成功しても、アメリカは優位であると信じられていました。その後、ソ連は、ナチスドイツのミサイル技術を導入し、世界初の大陸間弾道ミサイルである R7 を開発。1957年10月4日には R7 を流用したロケットでスプートニク1号を打ち上げ、人工衛星を地球の周回軌道に乗せることに成功しました。この時、ソ連のフルシチョフ書記長はアメリカに対するミサイルの優越性が拡大しつつあると発表。スプートニク1号の成功によってアメリカの自尊心とこの分野における自信は大きく揺らぐことになったのです。そして、アメリカの核技術の優位は揺らがないものの、ミサイル技術の遅れが命取りになるという論争が生まれました。ソ連の核ミサイルの配備がどれほど進んでいるのかわからない状況の中で、不安が募り、そして、不安は疑心暗鬼を呼び、ソ連の核に対抗するための先制核攻撃の是非さえもが公然と論じられるようになりました。いわゆる、ミサイルギャップ論争です。そんな時代に開発されたのが U-2 偵察機です。これまでアメリカはソ連や中国の動向を探るためイギリスのジェット爆撃機キャンベラを改造した RB-57 を使用していました。1958年2月18日、中国上空を偵察していた RB-57 が人民解放軍のMiG-17に撃墜され、パイロットが死亡するといった事件が起こりました。1959年には、高高度性能を高めるため、翼面積を大きくした D 型が投入されましたが、当時配備されたばかりの防空ミサイル、SA-2 ガイドラインによって撃墜されています。これは、地対空ミサイルによる初の戦果でした。RB-57 の運用高度は、1万4000メートル、SA-2 の射程高度は2万メートル以上。アメリカは、RB-57 を諦め、最高到達高度、2万7000メートルを誇る国費で開発した新型機 U-2 を投入することにしました。ソ連との緊張緩和政策を推し進め始めた当時のアメリカ大統領ドワイト・アイゼンハワーは、アメリカの標識をつけた新型偵察機がソ連の上空を飛行することは戦争行為であると消極的でした。戦略空軍司令官カーチス・ルメイは、空軍は爆弾や銃を搭載していない飛行機には興味がないと発言。つまり U-2 のオーナーは空軍ではなく CIA、 アメリカ中央情報局。 CIA から与えられたカバーは気象局の気象データ収集機、すなわち民間機だったのです。 U-2 の初飛行は1955年8月1日、場所はグルームレイク飛行場、いわゆるエリア51です。設計を担当したのは、ロッキード社の先進航空機開発部門、スカンクワークスの主任技師であり、同社の副社長だった、クラレンス・ケリー・ジョンソンです。当時、空軍とズブズブだったロッキード社は、新しい偵察機の情報を察知し、同社の F-104 をベースにして、あっという間に作り上げてしまいました。星の名前を飛行機につけるロッキード社でしたが、極秘開発された U-2 のニックネームは、ドラゴンレディ。細長い翼は、
対空時間を稼ぎ、空気が極端に薄い高高度で必要な揚力を得るためのもので、その手法は、第一線を退こうとしていた RB-47D と同じです。燃料も特殊なものが使用されていました。通常のジェット燃料は、極度の高度で沸騰し、蒸発してしまうため、ケリー・ジョンソンは、友人で、シェル石油の副社長になっていたジミー・ドゥーリトルを呼びました。ドゥーリトルは、ジッポライターのオイルのような匂いがする、低揮発性燃料を開発し、ロッキード社は、これを、LF-1A と命名しました。1956年6月20日、初陣です。この日の U2 は、イギリスのレイケンヒース飛行場から飛び立って、ポーランドと東ドイツ上空を飛行し、いくつかの軍事施設をカメラに収めました。同年7月4日には、初のソ連上空飛行を行い、レニングラードにおけるソ連の潜水艦建造計画と、新型爆撃機ミャシシチェフ M4 バイソンの数を数えることに成功しています。ソ連のレーダーは、U2 の領空侵入をリアルタイムで監視しており、フルシチョフ書記長は、ワシントンのソ連大使を通じて、激しく抗議をしました。イスラエルの秘密核施設を暴露した飛行の際も、レーダーに捕捉され、迎撃機に追跡、写真撮影もされており、以降、U2 は、高高度性能をさらに高めるため、エンジンをブラッド&ホイットニー J75 に換装。電波を吸収する性質を持つフェライト樹脂が施され、現在見慣れた黒いカラーリングになりました。1959年9月24日。秋分の日の休日、神奈川県藤沢市の藤沢飛行場で、グライダーの飛行を楽しんでいた多くの民間人の目の前に、突然 U2 が現れ、強行着陸するといった事件がありました。黒いジェット機事件です。機体番号も標識もつけていない真っ黒な U2 は、オーバーランして昇破、間もなく、得体の知れない外人が大勢現れて、駆けつけた警察官や民間人を拳銃で脅して追い払いました。クラッシュの原因はガス欠。目撃した住民は、日本人でありながら、アメリカ軍関係者に尋問を受け、写真を撮影した人はフィルムを没収され、家宅捜索までされています。日本の法律が外国人によって踏みにじられたのです。もちろん、観光令が敷かれ、全国紙でこの事件を報道する新聞はなく、2ヶ月後の11月、軍事顧問団のプロモーションに協力していた漫画雑誌、週刊少年サンデーで初めて発表されました。1960年4月9日、本格的なソ連上空偵察飛行、グランドスラム作戦が発動されました。ボブ・エリクソンが操縦する CIA 特別部隊の U2 が、パミール山脈のソ連南部国境を越え、セミパラチンスクの核実験場、戦略爆撃機部隊があるドローン空軍基地、サリシャガンの地対空ミサイル実験場、バイコヌール宇宙基地など、ソ連の極秘軍事施設の上空を飛行しました。この日の U2 は、ソ連領内を250キロ以上飛行し、当時親米政権であったイランの滑走路に着陸しました。飛行中、ソ連防空軍によって発見されましたが、MiG-19 とスホーイ9は、迎撃可能な高度に到達できませんでした。作戦は大成功。CIA は、U2 による諜報活動を続けることにし、次の作戦は、4月29日に予定されました。U2 の航続距離は7500キロ。撮影装置は、インスタントカメラを発明した、ポラロイド社のエドウィン・ハーバート・ランドが提唱し、マサチューセッツ工科大学や、宇宙望遠鏡レンズの開発に携わった、ハーバード大学の学者たちの協力を得て開発しました。フィルムはコダック製です。巨大で重いカメラを搭載し、長い滞空時間を実現させるため、機体は極限まで軽量化されました。長い翼の構造には、アルミパイプが使用され、それに、コピー用紙ほどのアルミ板が貼ってあるといった、貧弱なものでした。胴体と翼の接合には、3本のボルトが使用されており、2.5G 以上の荷重がかかると、確実に空中分解を起こします。当初、2年か3年飛べればよい、という考えのもとに作られていたのです。設計リーダーのケリー・ジョンソンは、F-104 と共通な部品は、ラダーペダルだけだった、と語っています。
2回目の作戦決行日を前にした4月28日夜、2名のパイロットと星チームを乗せた C-130 がトルコから飛び立ち、パキスタン・ペシャワールの空軍基地に到着しました。この作戦で使用する U-2 は、昨年6月、藤沢飛行場でクラッシュした機体を修復したものでした。しかし、作戦当日の天候は、雲が低く垂れ込めた雨。さすがに、この気象状況では、効果的な写真は撮れないと判断し、この日の作戦は延期されました。この時、ソ連の諜報機関 KGB のスパイが、彼らの動きを監視していた可能性が指摘されています。さらに、この時期、CIA に情報を流していたソ連人スパイから、KGB 高官が、U-2 の完全な技術的詳細を持っているとの情報を得ており、秘密を漏洩した犯人は、当時、日本の U-2 基地のレーダーオペレーターだった、リー・ハーベイ・オスワルドではないかとの憶測がありました。いくつかの U-2 には、空中給油装置が装備されていました。しかし、その試みは、悲惨な結果を生みました。U-2 が空中給油機に近づいたとき、運悪く、翼端から発生した渦を浴びれば、機体が破壊される可能性があり、実際に2回の空中分解事故が記録されています。そもそも、長時間労働で持久力の限界に達しているパイロットになぜ残業を強要する必要があるのでしょうか。ロッキード社は、給油と乗組員の交代のため、テールフックを備え、空母の甲板から、発着可能な U-2 を作りました。この方法は非常に効率的でしたが、1969年以降、U-2 が空母から発着することはなくなりました。改正の1960年5月1日の早朝、一機の U-2 がパキスタン・ペシャワールの空軍基地を離陸しました。パイロットはフランシス・ゲイリー・パワーズ30歳。リパブリック F-84 サンダージェットのパイロットだったパワーズは、1956年に大佐の階級で空軍を除隊し、CIA の U-2 プログラムに民間グレードで参加しました。この日のコースは、バイコヌール宇宙基地とプレセツ空中基地、その周辺の6カ所ある大陸間弾道ミサイル基地を撮影し、マヤックのプルトニウム生産施設を標的に収め、その後、ノルウェーのボードーに着陸するといったソ連縦断コースでした。U-2 の巡航速度は、高度2万1000メートルでマッハ 0.8。すなわち、時速850キロに値します。このスピードと高度を守りながら飛行することは、パイロットにとって非常に困難であり、長時間、ストレスに耐えなければなりません。限界飛行速度と失速速度のマージンが、時速19キロしかなかったからです。速度が落ちれば失速し、限界飛行速度を上回った場合、機体は引き裂かれます。脱出したとしても、高度が高度であるため、生き残れる可能性は大きくありません。また、エンジンが止まってしまった場合も厄介です。再起動するには、高度を1万メートル以下にする必要があり、それが、ソ連の上空で起こった場合、迎撃機に撃墜されることを意味しました。そんなわけで、パワーズには、コインの形を模した青酸カリ入りのペンダントが配布されていました。ソ連のレーダーは2万メートル以上の物体を察知できないはずでした。なぜならばアメリカのレーダーもその高度で飛行する U-2 を察知できなかったからです。アメリカにとって残念だったのは、ソ連が予想よりも早くレーダーを改良していたことでした。当時のソ連の防空レーダーは、すでに130キロ先の飛行物体をスキャンする能力を持っており、東ヨーロッパやソ連の上空を飛行しようとする U-2 は最初から追跡されていました。さらに、ソ連のインテリジェンスは、この日、U-2 が領空に侵入してくるであろうことを警告しており、ソ連防空軍の全部隊が非常警戒態勢に置かれていました。ソ連防空軍は、それぞれの航空部隊指揮官に対し、違反者を攻撃し、体当たりしてでも撃墜せよと命令を下しました。しかし、今回も迎撃機による撃墜に失敗しました。11発発射された地対空ミサイルも全て外れました。飛
港から4時間半後、マヤックのプルトニウム生産施設の撮影を終え、進路を変えようとしたとき、発射された3発の地対空ミサイルの最初の1発が、U2 の至近距離で爆発。衝撃波は、薄皮1枚と、アルミパイプで作られた右の主翼を破壊するのに、十分な威力を持っていました。機体は、フラットスピンに陥りながら、高度を落として行きました。パワーズは、コックピットから脱出する前に、カメラの自爆装置のスイッチを入れようと努力しましたが、遠心力は、回転し続ける飛行機から彼を放り出しました。パラシュートは無事に展開し、数分後、彼は麦畑に着地しました。その後、農民に発見され、モスクワのルビャンカ刑務所に連行されました。CIA 長官、アレンダレスは、アイゼンハワー大統領に、万が一、U2 が撃墜された場合、そのような高さからの墜落では、収集したデータはもちろんのこと、シリアル番号、製造業者の刻印などが識別不能になり、残骸は蒸発し、パイロットは決して生き残れないため、ソ連上空の飛行は安全である、と説得していました。つまり、証拠は一切残らないと主張し、アイゼンハワー大統領もそれを信じました。U2 を撃墜した後も、ソ連防空軍は、しばらくの間、その事実に気がついていませんでした。地対空ミサイルは、いるはずもない敵を探し続け、この時発射された3発のミサイルが、U2 を迎撃するために送られたミグ19に目標を定めました。パイロットのセルゲイ・サフロノフ中尉は、急降下で、ミサイルの追撃を振り切ろうとしましたが、一発がミグを直撃、サフロノフ中尉は脱出しましたが、パラシュートは開かず、地面に激突し死亡しました。この日は休日であったため、ミグの敵味方応答装置は、5月の新しい高度に切り替えられていなかったことが原因でした。パワーズの失踪から4日後、NASA は、トルコの北方で、気象観測用の航空機が行方不明になったと発表しました。このカバーストーリーを強化するために、U2 は NASA のカラーに塗装され、メディアに公開されました。アメリカ側は、パイロットは死亡し、飛行機は完全に破壊されたと考えていたからです。しかし、実際は、パイロットは生きており、ポテトチップスのようにひらひらと墜落した機体は、消滅しませんでした。代わりに消滅したのは、パリで開催される予定だった米ソ首脳会談です。アイゼンハワー大統領は、ソ連への謝罪を拒否し、ソ連に先制攻撃されないために、偵察を行うのは、アメリカの安全保障にとって当然のことだ。パールハーバーは二度とごめんだ、と開き直りました。フルシチョフ書記長は激怒し、アメリカの犯罪行為に加担したパキスタンに核爆弾を落とすと脅迫しました。捕らえられたパワーズは、8月19日の公開裁判で、スパイ活動で有罪と判決され、禁錮10年シベリア送りを宣告されました。そして、事件から1年9ヶ月後の1962年2月10日、パワーズは、FBI が逮捕した、ソ連の大物スパイ、ルドルフ・アベル大佐と、スパイ映画でおなじみの、ベルリンのグリーニッケ橋で交換されました。CIA としては、しくじったパワーズを完全に見限っており、パワーズの妻が、不倫や飲酒運転で逮捕されたなどと宣伝し、彼が戻ってこないようにと、あれこれと工作をしていたようです。アメリカに戻ったパワーズは、取り調べのため、CIA に身柄を拘束されましたが、間もなく釈放され、ロッキード社のテストパイロットの職に就いています。ソ連は、露獲した U2 をもとに、メリ FS-13 を開発していましたが、重量増の問題で、期待していた性能が発揮できず、パワーズが釈放された後、開発は中止されました。アメリカは、U2 でのソ連上空飛行を諦め、偵察衛星と、マッハ3級の高高度ステルス偵察機、SR-71 を開発しました。しかし、U2 が、危険な任務から解放されることはありませんでした。中国上空の作戦では、
地対空ミサイルにより5機が撃墜され、キューバの上空でも1機が撃ち落とされています。当初、3年持てばいいとされていた U2 ですが、初飛行から70年が経とうとしている現在も、多くの国の空を飛び、情報を収集しています。これらは、1970年代に再生産された機体ですが、現在使用されているものは中身が別物で、デジタル技術の進化により、わざわざ危険な場所に侵入しなくても、必要な情報を得られるようになっています。偵察衛星は、厚い雲の下を飛行できないからです。アメリカ軍は、2050年以降も、古くとも新しい U2 を使用することを発表しており、もし、計画通りに運用されたならば、前代未聞のセンチュリープレーンとなります。墜落した機体の残骸と、パワーズが着用していたサバイバルパックなどのアイテムは、モスクワ近郊のモニの空軍博物館に展示されています。お近くにお住まいの方は、ぜひとも見に行ってくださいね。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。